はいどうも、パワプロの日は果たして誰が目玉キャラとなるのでしょうか。ミストです。はい、本日はですね、サクスペですでに実装されている超強力な2人のキャラについて皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ジャスミンチーちゃんとワールドクラス神高がサクスペの方ですでに実装されているみたいです。そして、ジャスミンチーちゃんに関してはパワちゃんの選択キャラのところにですね、すでにもうネタバレで出ていたということで、まあ来週あたりにガチャで来ることは間違いないんじゃないかなと思っております。でそれぞれね、2人の能力について見ていきつつ考察していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ではね、ジャスミンちーちゃんの方から見ていきましょうか。はい、画像出します。こちら、打撃練習は変わらずですね、そしてミート上限アップを新たに持っております。で金徳がアンダ製造機は挑発ということでですね、まあこのアンダ製造機は闘争学園と相性がいいということで、まあね、新アンダ製造機を狙う上ではかなりね、まあ重要なポジションになってくるんじゃないかなと思っております。まあミート上限持ってますんで、まあ、ミート101ないし106のデッキ編成はかなり組みやすいんじゃないかなと思っております。まあ今野球マスクを編成してるところにちょうどまあ入れたらいいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、野球マスク外してしまうとイベントのね、まあ、完走率が落ちてしまうので、ちょっとなんとも言えないですね。で、テーブルなんですけども、ナルミと同じ、旧ナルミテーブルですね。レベル45で練習効果アップが 20%、レベル50で練習効果アップが 30% つくみたいです。で、40でミート上限がプラス2、タックボーナスが 70%。あと、特筆すべきところで言うと、流通ボーナスが8。で得意練習アップが 10%、 初期評価は PSR だと75ないし80とかになるのかな、高めですね。で、このちーちゃん忘れてはいけないのは覚醒してるんですよ。はい、こちらになります。精神ボーナスプラス10と練習効果アップが最大 20% されるということでですね、まあこの覚醒テーブルもしかしたら変わるかもしれないんですけども、まあ現状このままいけば、やばくない？練習効果アップがこのまま引き継ぐと 50% になりますね。練習効果 50% って、今のかつていないよね。なんかやばいな、それ。それ今思ったらやばいですね。で、技術と精神の2種ボーナスということで、まあ打撃鍛錬にはなるんですけども、練習性能がこれ恐ろしく高くなるんじゃない？前人未到の練習効果アップ 50%、まさかのちーちゃんが持ってくることになるかもしれません。これはちょっと楽しみですね。で、それくらいかな。イベントに関しては、こちらですね。お知らせのイベキャラの情報修正のところで、強化報告が見れますと、あるかな。はい、こちらですね。はい。イベキャラのイベントを調整。一部の戦闘について経験点は増加するように変更で、それ以上のイベントで体力減少しないように変更。で体力減少が9話。で、選択肢によっては、通常バージョンは孤軍奮闘のコツ、レベル1をもらえるようになりますと。で、アンダー製造機のコツももらえるようになりますと。で、バレンタインの方が、もう同じですね。はい、といった感じで、ちょっとね、SR イベント、そして、共通イベントの体力消費がきつかったんですけども、それがね、休和されたりね、なくなったりしますので、そこはね、非常にありがたいかなと思っております。で、ジャスミン版のみの選択肢、ちょっと出てるのが、モテモテになる選択肢だったり、敏捷ポイント、精神ポイントをもらえる選択肢だったり、満塁男のコツをもらえる選択肢があるみたいです。で、バレンタイン、彼女がいないと、なんと体力プラス15、やる気アップもくれるというね、ネタバレも出ております。はい。で、金徳イベントは、2回でアンド製造機完走するみたいですね。ただこのサクスペの方はアンド製造機不確定扱いになってるんですけども、多分このね、情報修正によって確定で取れるようになるんじゃないかなと思っております。はい、といった感じかな。あとはコンボが、ちらほらあるというところは変わりありません。はい、いやー、まさかのちーちゃんがね、バレンタインからもうワンバージョン出るとはね、まあ、思わなかったんですが、ジャスミンのキャラって他にもいるんですよね。コラカだったり、あと立川かな、もうジャスミンバージョンに出てますんで、なんかジャスミンガチャみたいな感じで一気に来たらちょっとやばそうですよね。さすがにないとは思いますけどね。はい、
で、もう一人の方を見ていきましょう。こいつがやばい。はい、神高ですね。ワールドクラス神高、画像出します。どうぞ。得意練習が変化で SR 以上で金徳カイドウかアームブレイカーを取ることができます。ヤシの場合は孤軍奮闘ですね。で、ここ SR 以上でコントロール上限とスタミナ上限の2種ボナ持ちでございます。はい、2種ボナっていうか2種上限持ちでございます。これミッキーハッチ以来だね、このコンスタ上限持ってるっていうのは。これ今実装したら花丸でえぐいんじゃない。うん、まあおそらくモルモト外しっていう、いやモルモト外ししなくていいのか、普通にミッキーハッチとか使ってるところに、まあ、刺さるのかな。うん、で街道新街道にして、しらせから新怪物機を取るなんていうね、形取れますね。はい、これやばいっすね。で神高も忘れちゃいけないのが覚醒しております。はい、で SR で骨イメトリズアップが最大、これは20% かと、PSR だとあとに技術ボーナスが、マックスで10つきますということで、変化技術ボーナスの2周持ちですね。はい、で、通常バーナンス、スライダーのコツをもらえるっていうね、こういうボーナスとあるんですが、ワールドクラスバージョンになると一気にテーブルが変わります。このサクスペの情報ですと明神と全く同じテーブルになるみたいです。これやばくないですか。明神テーブルは特異練習アップがね 25% あるというね、まあ、かなり強力なテーブルですので、まあ、そこにね新たに固有ボーナスも加わるといった感じかな。はい、参考資料に明神はこんな感じになっております。はい、やる気効果も高いですね。はい、でボーナスはおそらく技術変化で変わらないかな。はい、で50でやる効果アップが 150% といった感じになっております。はい、だからこれレベル40でも全然使えちゃうんだよね。これが非常に、うん、PSR でぜひ欲しいなというね、キャラにはなってくるんじゃないかなと思っております。で、固有ボーナスのネタバレもありまして、タックボーナスと特異練習アップの効果ですね。なんで下手したら特異練習アップが 35% か 45% で、タックボーナスが 120% も上がるのかな。ただこれもうあれだね、テーブルだけ見たら普通に闘争学園と相性がいいですね。うん、北斗とかそういったところで相性がいいテーブルになってるんじゃないかなと思っております。はい、いやーちょっとこの2人、まあね、ジャスミンちーちゃんは確定なんですけども、神高も来てほしいですよね。で、なんなら虹谷も別バージョン来るかもしれないって言われてる中で、ちょっと今後の当主の新キャラはどうなっていくんだと、あの花丸のねガチガチのテンプレデッキが崩壊することはあるのかといった感じですけどね。うん、このでもワールド神高がクソかっこいいんだよな。うん、ちょっとまあ SR45 で持ってる人もね、そもそも通常バージョン少ないと思うんですけども、これ欲しいね、マジで。ちょっとうん、ちょっとあれだね、闘争学園が落ち着いてちょっとした時にね、まあ、来てくれたら嬉しいんじゃないかなと思っております。次のワールドクラスのガチャが神高だったらやばいね。個人的にはね、東条とかやっぱりパープルの原作、昔ね、活躍してくれたキャラがね来てくれると、まあね、パープルファンとしてはね盛り上がれるんですけども、うん、果たして次のワールド枠は神高になるのか、はたまた東条とかね、また別の枠になるのかっていうところはね楽しみですね。うん、で、ちーちゃんに関しては、ジャスミンバージョンがおそらく来週、パープルの日までには来ると思うんだよね。はい。なので、ちーちゃんの R、PR、SR、PSR 等はね、絶対に取っておくようにしてください。おそらく、闘争学園で使えるキャラになると思いますんでね。バーチャンで選べるようになってるということは、まあ、活躍させてほしいというね、運営からの願いだと思いますんでね。まあ、それも実装待ちたいなと思っております。はい、というわけでね、まとめますと、来週ジャスミンちーちゃんが来るかもしれないミート上限アップ持ちのアンダ製造機ということでね、新アンダ製造機にして闘争学園で活躍できる可能性があるとともに、練習合格 50% というね恐ろしいテーブルで来るかもしれません。で、神高はですね、次のワールドクラスのガチャで来るかもしれません。街道そして2周上限持ちということで、はい、またで県勢の幅が広がりそうですね。ということでね、まだまだパープルアプリは盛り上がっていくと思いますんでね、私のチャンネルも登録していただけると嬉しいです。といった感じで今回動画終わりたいと思います。失礼します。 See you。